平野紫耀20万円ブランド売り切れで、令和のキムタク現象、爆発的に売れる理由とは、日本のエンターテイメント業界における今日の話題は、元キング・アンドプスのメンバーで、ジャニーズ事務所を退所し、滝沢秀明氏の、とべ、に席した平野紫耀さんの驚異的なファッション効果についてです。 平野さんが表紙を飾るファッション誌、エルジャパン、エルジャポンが発売前にもかかわらず、重版が決定し、平野さんが着用した高級ブランド商品が売り切れになるという珍しい事象が起きました。この現象について、なぜ平野市洋さんのファッションがこれほどまでに多くの人々に支持され、商品が売り切れるほどの経済効果を生んだのか、その理由を探るべく、 本記事では詳しく取り上げていきます。平野志洋の飛べ遺跡と初仕事まず、この現象の背後にある要因を理解するために、平野志洋さんの最近のキャリア動向を振り返りましょう。平野さんは2023年5月22日に、キング・アンド・ソ脱退し、ジャニーズ事務所も退場しました。 その後、7月7日に滝沢秀明氏の新たな事務所である、戸部に移籍しました。そして、平野さんにとっての新天地での初仕事は、ファッション誌、エルジャポンの表紙を飾ることでした。平野志洋さんのファッション表紙は、彼の新たなキャリアステップとして注目され、ファッション業界内でも話題となりました。 エルジャポンが公式 SNS で、平野さんが同志11月号特別版の表紙を務めることを発表した際、平野さん自身も自身のインスタグラムで、ルイ・ヴィトンのアイテムを身につけた写真を投稿し、ネット上で大きな話題となりました。20万円のアイテムが売り切れに平野潮さんのファッション表紙に注目が集まる中、ファッション関係者の間で、ある現象。 に気づかれました平野さんが表紙を飾ったエルジャポンに掲載されたファッションアイテム特にルイヴィトンのバッグやパーカーなどが店頭及びオンラインショップで一時的に品切れ状態になったのですファッション誌関係者は一般的に人気のあるタレントが表紙を飾った場合その着用アイテムの売れ行きが良くなることは珍しいことではありません しかし、驚くべきことに、品切れになったのは20万円前後もする高級ブランドのアイテムでした。このような高級ブランドがこれほどまでに爆発的に売れるのは、業界内でも初めての現象と言えるでしょう。平野のファン層に秘密がなぜ平野志陽さんが着用した高級ブランド商品がこれほどまでに売れるのでしょうか この謎を解明するために、ファッション関係者は、ヒラノさんのファン層に着目しました。ヒラノさんのファン層には、中高年層を含む購買力のある女性が多いことが関連しているのではないか、という仮説が立てられました。ジャニーズ時代から、ヒラノさんが CM で使用した商品が飛ぶように売れた経験があることから、 彼のファン層は商品に対する高い購買意欲を持っている可能性があります。また、平野志陽さんは、とべに移籍して初仕事をスタートさせたことも、ファンの購買意欲を刺激した要因かもしれません。新たなステージでの活動に期待が高まり、それが商品の売れ行きに影響を与えたと考えられています。 このように、ファン層の存在や平野さんのキャリア動向が、高級ブランド商品の売れ行きに大きな影響を与えたと言えるでしょう。令和のキムタク現象に驚き平野市洋さんのファッション効果はかつての人気俳優木村拓也さんの現象を連想させます。 1990年代から2000年代にかけて、木村拓哉さんがドラマで着用した服や靴、時計などが売り切れになったことが印象的でした。ただし、当時と現在とでは消費者の購買意欲に違いがあり、現代の消費者は購買に対して慎重な傾向があります。それにもかかわらず、平野志耀さんは多くの人々に、買いたい。 と思わせる力を持っていることが、業界内でも驚きとされています。彼のファッションが、令和のキムタク現象、と称され、その魅力が多くの人々を引き寄せることは間違いありません。これからも、平野志耀さんは、ファッション業界において大きな存在感を示し、様々なブランドや商品に新たな風を吹き込むことでしょう。平野志耀さんのファッション効果は、 彼のファン層やキャリア動向、そしてその魅力に起因しています。高級ブランド商品が売り切れるほどの経済効果を生み出す平夜売れという現象は彼のファッション業界における地位を示すものと言えます。また彼の存在はかつての名優である木村拓哉さんのようなキムタク現象を引き起こし、ファッション業界に新たな風を巻き起こしています。 今後、平野志耀さんのファッション効果がどのように展開していくのか、その行方には多くの期待が寄せられています。彼のファッションは単なる服装ではなく、ファンの心をつかむ力を持っており、これからもその魅力が多くの人々に伝わることでしょう。彼が令和のキムタク現象。 として称賛されることは日本のエンターテイメント業界において一つの新たな歴史を築く出来事であると言えるでしょう。